ロンロン和装チャンネルへようこそ。装飾会人のロンロンです。はい、今日はですね、ちょっとお買い物をしてみました。見ると分かるんですけど、完全通販です。しかも外国の海外のサイトになりますんで、テムっていうね、 TEMU だったかなのサイトなんですけども、中国のものだと思われる、まあ 100% ぐらい中国なんですけどもの、サイトからですね、購入しました。これね、椅子になります。組み立て式の椅子ですね。ガサガサうるさくてすみません。よいしょ。これね、何に使うかっていうと、バーベキューでこう手でも持てますし、ちょっとこれ邪魔なんで、よいしょよいしょ。でね、これ何に使うかっていうと、バーベキューの時に使おうと思って購入しました。1個ね、いくらだったかな、800円ぐらいです。はい、800円でね、私が座っても大丈夫そうなんで、なんか十分じゃないかなと思って、はい、こんな感じ。折りたたみなんでね、しまおうと思えばこうコンパクトになりますんで、結構邪魔にならずにいいのかなと思います。はい、いかがでしょうか。またね、サイト載せておきますんで、サイトから一銭ももらってませんので、別に買う必要性はどこにもないんですけども、非常に安くね、まともなね、ちょっと前の、よいしょ、今日ちょっと座ってやらせていただいて、ちょっと前のね、安かろう悪かろうから少し品質が良くなったような感じのイメージでいてもらえると、買いやすいかなと。日本品質みたいにもう完璧とかっていうことを考えるとちょっと辛いですけども、そうじゃなくって、こんなもんでしょっていう感じで、見ていただければ十分買って楽しめれるような、サイトになってますんで、皆さんも一度ご購入いただいたらいいんじゃないかな。だいたいね、危ないって言われますんで、カードとかね、あんま良くないのかもしれませんけども、確かカード以外でも使えるものありますんで、後払いというか、なんか別の、支払い専用のなんかところが使えたと思いますんで、そういうの使ってもらえば安全に買えますんで、こういうのもね、遊び半分で面白いのかなと。例えばね、普通に買うと5000円ぐらいするもんが5、600円で買えるんだったら、それはそれで楽しいじゃないですか。こんな感じで、私は使ってます。だいたいね、1週間ぐらいで、物は届きますんで、それだったらちょっとゴールデンウィークにですね、一つ買って、ゴールデンウィーク明けにちょっとそれは楽しみにしてっていう感じもいいのかなと思いますんで、今日はそれをご紹介しました。はい、じゃあ、今日のところですね、こんなアホな話でも面白いなと思えば、チャンネル登録、いいねボタン、フォローお願いしたいと思います。またね、何かありましたら、メールじゃないや、コメントいただければ、はい、それにのっとってまた進んでいきますんで、よろしくお願いします。またねー、バイバイ。